当に激情がザッとついてきます。ね、あなたは素晴らしい。ね、ある時はあなたは生きる御子、神の子イエス・キリストですと言ったんです。その時にはイエス様も、ね、教えました。それを言わしめたのはあなたの子じゃない、上からの神からの賜物なんです。私たちの信仰ももらったものなんですよ。もらったもの、でももらったものは自分のもの、もらった水は自分のものだっていうのも自分のものは自分のものとして堂々と明かしなきゃダメですよ。堂々ともらった信仰ですから、神様からもらって自分が管理して自分のものですから、それをこう豊かに用いてる、ね、それがタラントですよ、タレントですよ、ね、1タラントなの、2タラントなの、4タラントなの、5タラントなの、ね、その活用の仕方です。そして、ペテロは僕と同じように、すごく褒められますね。で、そして十字架と復活をペテロが聞いて、いや、そんなことあなたに起こるわけありませんって言って逆らえたんだって言われたんですよ。僕が言われたらね、本当にイエスさん本当にありがとうございました。今までどうもありがとうございました。お飛ばさせていただきます。研究は戻せと言いませんが、ご自由にお伝えください。さて逃げてきますよ。しかし彼の素晴らしいところはここで終わらなかったですよね。神の子キリストだと言わしめたのが上からの知恵だと信仰だと言われた彼は、そう理解できないのもサタンの仕業だって分かったかもしれませんよ。そこで、彼は今まで通りついていくんですよね。本当にこう褒められたと思ったらズコーッと落ちるとかなんかもう私そっくりみたいな、ね、でもそういう経験があるから皆さんね、やっぱり慎重になっていく、ね、神様を恐れるってことを教わるんじゃないですか。ね、嘘もだんだんつけなくなってくる、ね、取り繕いも言葉もなかなか言えなくなってくる、そういうので、一直線にパーッとこうね方向転換はいきますよ、神様の前に。しかし、日々新たに、魂が成長していく成果っていうのはそういうことなんじゃないですか。ちょっとずつちょっとずつ、失敗して神様に伝えながら慰めながらまた引き上げられながらいく。で彼も義教心が本当にあるようでない、ね、あなたが殺される時私も一緒に殉教しますっていうのに彼は逃げていくんですよね、でも皆さんね、本当に命がかかっている場面に戦争経験してないですよね。僕戦争経験してないけど死をもう間近に迫ったこと3回ぐらいあるんですよ。まあ大体さっさと思うんですけども、ね、本当にですよ、体に拳銃詰めたくて重たいものをふっと刺されるときに、ああ、このまま死ぬってときに、しょんべんがちびんなかったけど、ちびりそうな、あこれが失禁なんだなって、失禁するってこういうことなんだって、しなかったんですよ。しなかったけど、死ぬってことはこういうことなんだなっていう恐怖、味わったことがあるなら、僕はペテロの気持ちよく分かるんですよ。間違いなく言いますよ、18歳の時にね、その当時の親分がですね、放送の時に18歳に僕が盾にならなきゃいけないんですよ。僕防弾チョッキ着て、アクリル板のこれバッグ持ってね、空調の周りを歩くんですよ。やばい、もうやばいと思って、俺がこんなことするためにやったわけじゃないんだけどなみたいな、本当いつ撃たれるか分かんない状況の中で、でも実際にバンバンっていうね、その時じゃないんですよ。前に、その銃撃戦になった時に、サンダル、靴をね、落っことしながら逃げてきた僕の先輩がいましたよ。もうずっと、もうけなされてました。ペテロと一緒ですよ。僕も実際に本当に、その拳銃突きつけられて、しかも車の中逃げられないんですよ。ちょっと一から違う、まあ、地元の先輩なんですけど、バチバチやられてね、で車にさらわれてて、あれ、僕しようと思ったんですけど、その運転、もう一人の人が、あ僕も帰ると思ったんですよ。同じ地元の先輩でしたから、ね、車ちょっとこう、運転手の、ね、運転手が変わるときにね、逃がして、僕、バーッと逃げました。ね、
まあ、大体その、まあ、逃がしてくれたんだなっていう気持ちも分かります。だってそんな僕のことさらわなきゃいけないんだけど、そのさらってるその3人もみんな組が違うんですよ。別に、なんか組の構想でもない、ただなんていうか地元のなんかこのぐちゃぐちゃしたね、そういうなんか先輩後輩のなんかそんなぐちゃぐちゃなあの巻き込まれちゃって、しかもみんな宇宙人でそっち食べやってるからね、頭おかしいからなんでお前のせいでこの野郎みたいな、なんで俺なんみたいな、そういうね、ことに巻き込まれていたんですけど、本当に死を感じた時、ペテロのことばかり責めらんないなって思うんですよ。しかもまたペテロはまためめしいね、ね、そのまま逃げて、ね、イエス様にイエス様のことは忘れて、ね、違う生活すればいいのに、コソ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 ついててさ、ね、焚き火のところでなんかこう温まったからなくて、お前そのおっさん、生ではやっぱりガリラだななんて言われて、いやいや、違う違うなんて、あいつも本当に熱くなって、ペテロさんもね、本当になんか、まあ、よく似てるな、よく似てるなというか、まあ、人間っぽいなって、ね。ね、最後には呪ってもね、使ってもいい、神に使ってもいいかって言って、呪いまでかけて、イエス様を拒絶しちゃう。このあたりはね、なんかこう捨てきれない、まあ波紋になった人がいつまでもやっぱり組長のことを思っているようなね、全然例えばね、皆さん分からないですけど、だからもう僕のほら、チクですから、なんかその料理をね、私は一度決めている料理しながら語ってるけども、まあ、そういうペテロ、ね、で、こんなの焚き火のね、ところで、お前はイエス様でしちゃったんじゃないか、お前は何か、違う、サンク、その時に、ニワトリが鳴くんですよね。その声はまさにペテロ、お前は有罪だ、お前は三度になんだ、イエス様が言った通りにお前は私と裏切った、聞こえたんですよ。そして彼は激しく泣いた。ものすごい失敗ですよ、ものすごい失敗。でもこの失敗があったから彼はリーダーとしてまた仕上げられたんです。僕はお配りしたそのサーバントリーダーシップ、これも人を、ね、まとめ上げるには自分が使えるリーダーとなるときには自分が失敗があったぐらいでいいんです。その前に人は、ね、安心するんだ、僕を見てから僕が言われるやつなかなかいないんだから、いや、それで悩んでた、もう全然大丈夫だ、私の業界実はね、大体さんもなんで悩みは問題持ってくるけど、まあ、僕と比べてみたら実際大丈夫かなみたいな。でもその、ね、失敗が大切で、その激しく泣くっていうことが非常に大切。彼が鶏の声を聞いて激しく泣いた時に彼は絶望の淵に落ちて祈っても聞かれないんじゃないか。地獄の定義を一つ言うとするならば、苦しみ悲しみではなくて、私の場合は神に祈っても絶対に聞かれないところ、それが地獄ですよ。神が共におられない、これが地獄。彼はそれを本当にその時に有罪判決を受けた時に思ったんですよ。だからイエス様が復活して焚き火で一緒の魚を食べるまで彼は料理に戻ったりとかしてるんですよね。彼は絶望の淵を歩んだ、絶望の淵を歩んだ、はあ、我に返ったね、報道の人が我に返ったように、はあ、今取り上げずに、はあ、イエス様が言ったとおり、私はあの人を劇場、そこでこの御言葉が、しもしも皆さん、サタンがあんた方を脱ぎのように振り向けることを願って一言を掲げられました、しかし私はあなたの信仰がなくならない、ならないようにあなたのために祈りました、だからあなたが立ち直ったら兄弟と力つけてやりなさい。このようにイエス様が
なかったんです。同じように私たちも一人一人が天でイエス様が取り出しをなっているって聖書に書いてあります。私たちはどんなに悩んでもどんなに傷ついてもどんなに落ち込んでも黄泉に下ることはないんですよ。なぜですか？イエス様は死にて葬られ黄泉に下り3日目に蘇ったんです。黄泉に下ってくださったんですから私たちも下ることはないんです。だからクリスチャンに限り私は安心して飲みなさいという。黄泉に下り、イエス様が黄泉に下ってくださった。そして一人一人をあなたの信仰はなくならないように私は祈ってますよ。だから私は信仰がなくならないんです。もらったものは自分のもの。そのようにして私は祈られているので、そして立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。挫折も OK、 失敗も OK。 それはあなたの失敗が、私の失敗が、あなたの挫折が、私の挫折が人を励ます力になるんです。それは全てのものを益に回復する神様が私たちを引き上げてくださるから、私たちの古傷も実はその人の救いのために役に立つんです。ペテロは先ほども言いましたけども、失敗だからこそリーダーとしての役目を果たせた。そして、失敗であるからこそ人間味があるんですよ。人間性、リーダーは人間性です。どんな良い成長をしても、どんな良い組織づくりをしても、自分の教会の人たちのために命を捨てることができなかったら自分の家族として思えなかった。もし教会の信徒、その家族がもし教会に来ていなくても、その人の不幸があったらすぐに飛んでいけるような牧師じゃなかったらクズです。もう講座に立つだけでいいんだね。一幕教会の91で召されたおばあちゃん牧師 もう説教始まって寝るって言うんだ。だけど先生がいなきゃダメな。リーダーは人間性です。キリストの十字架と復活はまさに敗者復活のため、私のため、ペテロのため、一人一人のためです。そして、ペテロはこの後十字架で死にて葬られ黄泉に下り3日目によみがえってきたイエス様と再会します。そして命をもらい復活して、彼は使徒のリーダーとしてこの使徒行伝を見ていくと、ものすごい奇跡を生み出していきます。